皆さんこんにちは、フクロウです。今回はスタリドのハロウィンイベントをやっていきたいと思います。でこちらですね、ボスの鍵は集めて、ボス戦をしていくという感じになっています。で、まあ殺すっていうお名前なんですけど、こちらですね、毎ターンきらめきを集めて全体攻撃を放ってくるという感じになっています。これね、イージーなんですけど、イージーでもね、かなり強めに設定されてるなという感じがします。でボスですね、もう速攻で必殺技を打ってきて、しかもね、必殺技は全体攻撃なんでね、一気に削られるという感じになります。でここでスキップしてね、今度はこちらもね、必殺技を打っていきたいというところですね。で、まあ見てお分かりの通り、こちらのね、必殺技ではね、あまり HP が削れないという感じになっています。でこれでね、イージーのレベルなんですが、実はね、これはトリックがあってですね、それに気づけばもうちょっとうまくね、攻略できるかなというところになります。でまずですね、これボス戦を終えると、このようにね、メモワールをもらうことができます。クリアしないともらえないんでね、育ててない人はちょっと厳しいのかなというところもあるんですけど、まあ、お知らせをね、ちゃんと読めばしっかり書いてあってですね、こういう特攻キャラクターっていうのがいてですね、このキャラクター、ボスにね、100% ダメージアップを持ってると。でなおかつ先ほどもらったメモワールですね、ボスに 30% ダメージアップを使えるということでね、これを育てて装備しておけば、まあ、もっとに簡単にボスを倒せるようになるという設定になる。で、今のね、キャラクターはね、どこでもらうかというと、キャンディーを集めてですね、ここのガチャを回せば、まあ、大当たりが入ってるという感じになっています。でまあ私くらいになるとね、一発で限定キャラをね、当ててしまおうというところですね。ということでですね、まさかのね、一発で当ててしまうという感じになっています。まあ、こちらをね、育てつつ、まあ、メモワールをね、大量に手に入れて、ボスを周回してね、まあ、ストーリーとかアイテムとかをね、もらっていくと、そういうね、イベントになっています。皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録してくれてもいいよ。別に高評価はしなくてもいいです。それでは、バイバイ。